のこの何ですか、好奇心が抑えられない。稽古する時は生身の人間相手にやっとかないとダメだと。同じような場所にいているように見えてても、実際は同じとこにいないんですよ。こんにちは、ダレツヨ道場の菊野勝則です。今日は、北川先生のね、システマ東京HQ、原宿 HQ にお邪魔しております。そして、今日はですね、すごい先生にお越しいただきました、物理学者で観光自流柔術の創始者である安江邦夫先生です。よろしくお願いします。お久しぶりです。お久しぶりであります。長崎や、ね、ですね、実はですね、僕が競技者として総合格闘技の選手としてこうもがいてて、武術にこう救いを求めるというかですね、このままだと勝てないから何かしら新しい武器が必要だと思って武術をこう研究していた時期に、安江邦夫先生ともお会いしていて、はい、13、4年ぐらい前になると思うんですけど、ね、もうで安江先生にその時ですね、本当なんですかね、ありがとうとか愛してるよっていう気持ちで、はい、こう抱きかかえられると簡単にこう起き上がってしまうっていうような経験をしまして、はいはい、なんだこれはと、これが生き方、まあ、その頃は僕まだ武術のね、武の字もわからないようなその時だったんで、もうただのクエスチョンマークでしかなかった。でまた実感として確かに軽く上がる、上げられるっていう経験を積んで、であれからまあ十数年経ちまして、そうね、僕も武術を学んで、はい、ちょっと先生がおっしゃってることがリアリティを持って感じれるようになりましたので、今日また改めて先生ご指導ください。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。最近北川先生もそうでした、はい、塩田正弘先生とかのコラボを見て、はいはいはい、もうね僕のこの何ですか、好奇心が抑えられない、はい、そしてすごいリアリティを持って感じられるというかですよ、この空間に、まあ、こう作用されるとか、はい、その空間を泡の目と言うならば、はい、その泡の目が これこの、はい、泡を形成するものが、はい、神とか、はい、守護霊とか、すごいそこまで、いやもうめちゃくちゃ面白くてで、すいません、ちょっと塩田正弘先生の動画ね、見てください、はい、見た上でものすごい感動して、であと光堂のね、古賀先生とおっしゃってることとかもなんかつながるというかですね、 光堂の古賀先生は光によってこう相手をこうなんかする、ああまあそうですね、なんかその光っていうものが、うん、安江先生おっしゃるその空間とか、そのまあ愛とかね、愛とか、はい、そういうものとつながるのかな、もう多分ね同じものなんだと思うんですよ。もう世にいろんなすごい達人の先生方いらっしゃって、それぞれおっしゃるんですが、うんうんうん、結局はね、みんな結局同じことやってて、それぞれのご経験とかお立場とかで言い方が違うだけ、はいはい、何のことだってみんな同じ人間ですから。そうです ね, ね, ね牛とか犬じゃなくて人間がやることですから。僕昔ね、佐川先生っていう大東亜医武術のすごい先生に習った時にポロッと先生おっしゃったことが、愛気というのは人間にしか通じないんだと。ね、大山館長の牛殺しのようにああいうね、衝撃打撃で牛倒すことはできるだろうけれども、はい、その愛気を犬とか猿とか牛馬には通じないんだと。人間だから、よく門人でね、バーベル上げて筋肉つける稽古をしてた人もいたんですよ。で、あとそれから握力つけるやつね。で、そういう方々にね、軒並み注意されてたのが、そういう機械、物質、物で鍛えた力は人間には生身の相手に通用しないよと。だから鍛錬する稽古するときは生身の人間相手にやっとかないとダメだと、うんうん、まあそういうふうに言われてね、やっぱ人間相手にやるってことは、このね、人間って、まあ、物体だと思えば物体なんですが、人間はね、やっぱ物体以上
物質以上だと思ってるんですよ、はい、というとなんかね周囲の空間とまあ呼んでもいいのかなんかオーラという人もいたり、なんかこの雰囲気魂とかまあいろんな呼び方ある、それがねついてるものが人間で、うんうん、それなくなったら単なる死体というかボディで、そんなもので稽古してもねあのダメなんだと、やっぱり人間独特のそういうものがあるという上で稽古しなきゃいけないとおっしゃったので、そのお言葉がねずっと引っかかってたから、うんうん、まあ僕はあの物理学者なんですが、だから本当なら物質だけ、物が重けりゃ重いよと、軽いものは簡単に倒れるんだよと、その程度のことだけ考えてりゃよかったんですが、佐川先生のそのお言葉があったもんでね、なんか人間ね、あのいわゆる霊能力者の人が、ね、世に少しいらっしゃるでしょ、やっぱそういう人がねなんか言うこと当たってんですよね、うんうん、なんかえ何見てんですかって言ったら、いや背後霊見てんだよとか、うんうんうん、いや嘘だろうとは思うんですが、どうも見えてるみたい。先生はそういうのは一切一切見えないんですよ、残念ながら。なんかオーラが見えるとか空間が見えるみたいな、あの全然ないんです。ところがね運のいいことに僕の周囲に見える人が現れてくれるんですよ、で教えてくれるんですね、はいはい、だからまあそういうのを足がかりにして今までやってきて、だからもう人間だけに特化したなんかあの人間のなんか奥底をつながるというか、ね、やっぱり人間同士は語らずともなんか分かるでしょ雰囲気、そういうところに働きかけるなんかね、システムというかメカニズムがあるんじゃないかと、でそれをずっと僕は物理学者として研究してきた。今の話だとまあみんながこうある意味つながってる、はい、それなんかあの集合的無意識って、あのユングっていうねあの心理学者のあのそういう集合的無意識かもしれません、うん、でもある意味集合的無意識とか、霊とか魂とかもそういうの人によってさまざま分野によってさまざまな言い方されてるものは、うん、結局もうそれを全て統合した何か背景にね、うん、あるんだと、うんうんうん、あの僕の物理学の、専門分野っていうのが、はい、もうお亡くなりになった日本人で最初にノーベル賞を取った湯川秀樹先生が、うんうんうん、この空間の微細構造というのが泡の集まりだ、はいはいはい、一つ一つの泡をね素粒子と、で素粒子っていうのはその泡から泡にぴょん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 飛び移っていくエネルギーだと。先生すいません、はい、泡を一つを素領域という、はい、はい、泡一つが素領域、その泡がこういっぱい集まってるのがこの空間です。素領域、この泡の中に何かが、まあエネルギーが、エネルギーが、はい、だから泡がこう動いてるのかもしれないし脈動してるのかもしれない、そのエネルギーが隣の泡にポンと飛び移る、そしたらまたこれが動き始める、ほう、それを我々は素粒子が一個こっちからこっちに動いたというふうに考えていると、そういう理論、つまりそのなんか固体物なんか物じゃないって、物じゃないんです、エネルギーで電光掲示板ってありますよ、はいはい、あれみたいなもんで、なるほど、電光掲示板って電球がいっぱいあって一個一個がパッパッとついては消えると、めっちゃおもろいんですよね。あの何ですか、般若心経、般若心経、はい、有識色即是空、はい、あるようでない、はい、ないようでない、そうそうそう、まさにそれで、でその素領域理論だとね、素粒子がこうポンポン動くのは素領域から素領域に動くエネルギーが、エネルギーで、我々の体は素粒子の集まりでできて、はい、だからそれぞれはそれぞれの泡の中に入ってて、はい、で我々がこう動くときに空間の中動いてると思うときに、実はそれぞれの素粒子が泡から泡にぴょんぴょん飛び移ってる。泡自体は動いてないんですか？泡自体はまあ、 あの動いてるかもしれないけど我々は見えない。見えないですね。はい、で、そうすると
さっき鋭いとこ使われましたね、泡、はいはい、泡自体を動かしたり消したり、この辺には泡がいっぱいあるけどこの辺には少ない、はい、泡が少なければそっちに移っていけないでしょ。あ、そうですね、泡が少ない、ね、泡が少ないとこにはで、泡がいっぱいあるとこには飛び移りやすい、はいはい、ということで素粒子でできてる我々の体をそっちに導いたり、ね、あの本人はそんなつもりないのになんかそっちの方に動かしたりすることが、まあ、泡を操作することでできる。なんかそっちに体が動いちゃう。そう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 、そう、泡を作っちゃう。俺は絶対ここで頑張ってるんだっていうのに、あの空間の元である素領域である泡、泡の方にもうちょっとそっちにちょっと避けときって言ったら泡の中にそれぞれ素粒子が、体を作ってる素粒子があるから行かざるを得ないんですよ。泡の密度を操作する。そうそうそう、泡の密、まさにそう、泡の密度ね。で、実はね、去年、11月頃かノーベル物理学賞が発表されて、ヨーロッパの実験物理学の人3人が受賞された。その、何のために受賞したかというと、量子もつれ現象を、ね、見つけた、はい、実験で。あ、前から見つかっていたものを実験で証明したと。前から理論的に言われて。そうか、理論的に。理論的に。で、量子もつれっていうのは、電子が2つ、何も相互作用、つまりぶつからずに、ヒューンと通り過ぎて、宇宙の果てと果てとに行ってた時に、こっちが急に何か変化してもこっちは知らんぷり、うん、何も分かんない、うん、ところが一度どっかでぶつかる、相互作用してしまったら、あとどんなに遠くに離れていてもこっちが何か変化したらこっち、その変化はすぐにこっちに伝わる。たとえ宇宙の端と端でもそうなる。でもアインシュタインの相対性理論によると光より速い速度で、ね、いろんな現象は伝わらない、はい、そうすると宇宙の果てと果ては、300億年ぐらいかかるわけですよ。400億年ぐらいでも一瞬で伝わる。だから最初アインシュタインは反対したんです、嘘だと。で、他の物理学者もみんな反対して、イギリスのボームっていう理論物理学者がそれを言い出して、で、方程式から計算したらそうなるんです。でも実際にそんなありえないとずっと反対されてたのが、なんと実験してみたら、みんながまあ嘘だと言ってた方が正しくて、相対性理論では説明つかないということが分かったんですよ、はい、で、その量子もつれ現象っていうのはまさにね、電子と電子でも一度ぶつかって、つまり相互作用した後はずっととにかく不可避の関連性が生まれてくると。もう勝手には動けない、あ、こっちの影響のもとに動く、人間を作ってるいっぱいの電子素粒子も同じで、なんかこう全く第三者的に赤の他人だったら、あまりね、もつれないんですが、一度なんか親しくなったとか、ちょっとした興味をお互いに持ったとか、挨拶したとか、街角でぶつかったとか、そういうことを経ている間からはずっとなんかもう一生関連性がある。関連性で、その関連性を使っている、その昔あの武術、江戸時代までの日本武術においてもそんな物理学のこと何も考えませんから、ただ経験でね、武士と武士、修行者と修行者が心を通わせた後であれば、何かちょっと特殊な技の技法、効果が発生した。発生した、つまりもつれてる、はいはい、もつれてる間だから、よく全く初対面のど素人の全く武術なんか知らない人に向かってはさまざまな合気の技は効かないんだという人たちもいたんです。でも
門人になるとか、あるいはずっと好敵手で互いに切磋琢磨して試合やってる、そういう間にはそういう量子もつれのようなもつれが発生して、でそのもつれが発生する原因が泡と泡の密度の濃さ、泡の分布、そこにあるんですよ。量子もつれと泡の分布がどう関係してるんですか？つまり量子がですね、この電子の飛び移ることができる泡とこっちの電子の飛び移ることができる泡がもしもう一緒、もう泡は一種類で、そしたら泡が濃いところにこっちの電子もこっちの電子も行っちゃうんですよ。でもそれはね、現象的に実験するとそう必ずしもそうじゃないんですよ。さまざまなあの飛び方があるし、ところが例えばこっちの電子が飛び移ることができる泡、それを仮に赤色としておきます、でこっちの電子が飛び移ることができる泡、これは白色とする、そうするとね、赤色の泡と白色の泡がこう混ざり合って分布してのがこの分布、だから僕が、ね、動いていくことができるところと菊野さんがこう動いていくことができるのは、いや同じ空間の中やないかと思えてるんですが、実は微妙に違ってて、僕は赤い素粒子泡のとこしか動いてない、そうかそうか、菊野さんは白い素粒子の素領域のとこしか動いてない、でもあのどちらも混ざり合ってここに分布しているので同じ宇宙同じ空間のとこに立ってると存在してると思ってるんだけど微妙に違うんです。この中も隙間だらけですね。そうそう、隙間だらけ。なるほど。赤と白がいっぱい。そうそう、赤と白。なるほど。そう、そう。で全くあの知り合いでない、全く関係のない人同士であれば、絶対に僕はその、赤いとこしか動けないので、白いとこには作用させることできないんですよ。ところが、一度何らかで知り合って、心を通わせてると、僕は、主に赤いとこ飛んでいくんだけれども白いところも一部いけるし作用させることができる、だから白いところの素領域の分布密度をある程度変えることができるようになってる。逆に、ね、菊野さんも僕の赤い素領域の分布をちょっと変えることができるようになってると。それは赤いのを白にいけるなんてできるってことですか？赤いところにも伺えるってことですか？赤いところにもあのおそらくね、これまだ先週気がついたばかりで、おそらく、素領域というものがあ、ここはあの赤い色の素領域とも見えるし、うん、白い素領域とも見えるし、うん、という二重的な性質を持つのが発生すると思うんです。円を持つことだ。円を持つことだ。はい、混ざり合う。そう。だからこれね、結局人間の間のご縁がある、袖触れ合うの多少の縁でしょ、はい、まさにその袖触れ合うことで多少の縁が生まれたら、その人同士の、僕は赤色の素領域の中動いてる、菊野さんは白色の素領域の中歩いてたんだけれども動いてたんだけども、こうちょっとした袖すり合うも多少年、15年前に長崎で出会って、でずっとその後あの両者の、あ僕は白色の素領域のところにもある程度つながってるし行けるし、菊野さんは赤色のところにも行けると、あまあそんなね、めっちゃいい、かっこいい話だった。いやいや、まあそういうことでね、まあだからね、あの言葉で言うちょっと少しずつやってみてね、あのただこれは今の僕の現状の理解、はい、現状の理解で、あのちょうどお目にかかった頃、15年ぐらい前の頃、もうちょっと前かな、17年8年前に僕の岡山女子大であの教えてたから、その新入生の女の子がいて、なんとその子がオーラが見えると、はい、で嘘じゃないのよ、いや本当に、で彼女が見えてるようにすると
分かるのよ。でその時にね、まだ僕がね何にも分からずに、時々ひょっとしたことでがたいの大きい男の凡人を簡単に倒せちゃって、何が起きてんのかなと思って、なんとなくこの辺がチケ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 してたと。その程度の時にその子が驚くことを言うんですよ。相手のオーラが相手の体中心に白い人だったの、ね、で僕はね明るい紫だと。でみんなの前で愛機の技をやる時に、後頭部から僕のこの辺にある紫色のオーラがズブ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 と伸びていって、相手の白色のあのオーラのところに入っていって、はい、そしたら相手の白い包んでた白色のオーラがだんだん紫色に変わっていったと。で足先までそれで包まれたら、僕が軽くポンと押したら倒れたと。でもうその20年近く昔にそのオーラが見える女子大生の子がそれを見て教えてくれて、でも僕はそれを手がかりに当時、まあ、やってたんですよ。まだ先生あの相手の腰にまでしか行ってませんよとかね、ただ単に腰が曲がるだけ、あやっと膝のとこまで行ってますって言ったら相手はね膝が折れるのとかね。でも今2週間前にその僕の素領域、菊野さんの素領域っていう考え方を得たら、あの時のオーラの子は僕のオーラが紫色っていうのは僕の動くことができる素領域の集まりで、菊野さんの素領域の集まりが菊野さんのオーラで、で例えばそれが白というオーラとして白色、僕のが紫で、その紫色の素領域が見た感じオーラが伸びていって相手のオーラを全部紫色にしたってことは、その結局ね菊野さんの周りの菊野さんの素領域、白色の素領域の全部じゃないんだけどかなりの部分を僕が動くことができる、左右させることができる紫色の素領域にすでに変えていたから相手は自在に体が倒れるかのごとき動きをしてくれたと。ということをね、20年近く前のことを振り返ると、あ、そうかと。だからこの素領域理論、実は物理学の素領域としても一種類、もう、白色なら白色だけで実は理論化してたんだけども、それがそうか、僕用のあるいはこの天使用の素領域、こっちの素粒子用の素領域がそれぞれ混ざって、だからこの空間は単なる3次元の広がりじゃなくってものすごい複雑で、ひょっとして霊魂、死んだ人の幽霊も、この辺に素領域、別のその人の素領域まだ残ってある程度ね、すぐには消えないで、素粒子が消えてもね。でまあそれをね、まあ、徐々に実際にねお示しして、はい、今 どのように空間がなってるか説明しながらちょっと、ね、お願いします。はい、縁があるないの縁ってのが、やっぱね人間にとってだ、だってここご縁ですからね、こういうのも、はいうん、で全く縁がない人については本当同じような場所にいているように見えてても実際は同じとこにいないんですよ。なるほど、心ここにあらずという、ね、先生いいですか。はい、あと 今のその素領域で心ここで縁の話もありますけど、はい、あの物体のすり抜けみたいな、あ、はい、まさになんか今の素領域の話をするとこう自分のそうそうそうあのねすり抜けは武田総括がやってたらしいんです。やってたんですか。本当にね武田総、これは武田総括のお弟子さん複数の方が本に書いたりなんなりしてるけども、絶対にもう出口は一箇所でそこ通んなきゃ出られない、でそこにはちゃんとたまたま門人がいたと。で武田総括は中にいるとみんな思ってたのに、
なんか外の方で女中さんと話してたとかね。いや今の素領域の話をねよく聞けばなんかできそうな気はしてきますよね。そうそう、あとそれから合気道の上島森平先生もこれ大阪の方で今大阪合気会やってらっしゃる師範の方々がお若い頃にその東京から森平先生がもうおじいちゃんの頃ですよ稽古に来られてみんなでね道場でいや全員で突然、ね、先生がちょっと休憩で行かれててこうやって道場に入ってこられた瞬間に全員でもう12人全員で一度にかかっていったらいかな大先生でもねでやってみようって言って若気の至りでやったんですよブワーッとそしたらねいなくなってそしたら2階の2階の階段の上から何をしとんじゃわしはここじゃぞとかえそれ通り抜けじゃなくてもうテレポーテーション、はい、いやそういうでそんなことをね嘘つくようなうち弟子の方々じゃないからもう中にはあの大先生に木刀で思いっきり打ち込んでこいと言われてもう本当にあの元々剣術やってたやつだからバーンと打ち込んでいったらここに見事に入って、はいはい、へこんでめり込んで行けなくなってで打った人はもう責任大先生を殺してしまったと思ってもう震えてもう手も離されられないでそれを周りがなんとか指離して僕とも恐る恐るやってってそっと取っておったらへっこんでもうダメだと救急車呼んでもダメだろうと思ってたらだんだんそれがね盛り上がってきてでじゃあコブになんじゃないのよ普通に戻って先生大先生はははって笑っていや そんなことだっておかしいでしょ科学的に、はあ、まあ現代の現代はねでもこれを説明するのに唯一説明できるまあ、物理的な理論っていうのは素領域でね。面白い結構だからこの空間のその構造今は2人いるから二重構造だけど多重構造その辺を操ることであの霊能力者であのパッと瞬間移動する人もいるでしょ、はいあのカンさんとかいう太った人、まあ、いるって言っても僕もよくわからないですけどでも、はい、たまになんかそういうのがあります、ね、そうそうそうあの僕の非常に近い知り合いでもあのドアのところでお嬢さんちっちゃい子供の子があの女の子が指挟んで、はい、ドアパチャンと閉めたからもう皮一枚でつながっててああってしかも閉めたのお父さんだから、もう責任感じてでねもうその指をというかこうやって大事な子からこうでうわーって泣きやくってでそしたらねつながっていや本当お父さんのお父さんの気持ちでそれを息がちゃんと整えてくれたあと広島の土建屋さんの社長さんが昔岡山の頃僕の門人にいたよ彼の部下で、なんていうのあのブルドーザーのキャタピラーにあの足を踏まれて足もう完全に泣けてもうこれはどうにもならないと医者にも言われてもう自分の部下をそんな一生ね不遇にしてしまったっていうんでもう毎日その病院に行ってこの足の包帯になったところで、ね、もうやってたそしたら彼が退院してこのギブスを取るでしょほんで、なんか次の処置手術を考える時に取ったら普通に潰れてないのよだから社長さんの愛で戻った何かその素領域にこれが影響する影響するんですよ人間はだから我々はそういう能力があるんだと思うんですよ、うんうん、あるんですね、特に
自分の素領域には影響を与えやすい。でもご縁をいただいてつながった相手の素領域にも変化を及ぼすことができると、うん、だって娘さんとか部下の人の怪我をなかったことにするんだからね、はいはい、科学がまだ証明は多分できてないと思うんですけど、でもその素領域とかそういうのでちょっとずつこう近づいてる、ね、うん、近づいてるんですよ。面白い。すいません、本当にすごいっちゃいます。はい、人と人とに関心を持つからご縁も生まれる。それがこうハマるとそこの形になって情報が、あ、そういうなかなかするね。切り離す。こうこれ。あ、これ秘伝中の秘伝。年齢を超えた戦いをしていきたい。生涯からで。ビビらずにもうガンガン前に行くことです。1分間しかないのでノンストップで。全部出し合ってね、あの悔いのない試合をしましょう。お願いします。っていうのは結果として後からついてくるものだと思ったので、自分の中でどういう武道を体現できるか。ダレツヨ道場はリアル稽古は毎日オンラインクラス、アーカイブ動画、教則動画もあり、各地で稽古会を開催。コスパ最強です。詳細は概要欄をご覧ください。絶対に誰でも何歳でも強くなれます。